今回花にというのが花の後継機として出ます。この花にっていうのは感度と操作性のためにもう本当必要なものだけ残して他は全て削ぎ落とすっていうコンセプトで、すごくシンプルですけど優れたモデル。ラインナップの数がですね14機種、まあ、すごくよく曲がるようなタイプもあれば張りのあるタイプっていうのもありまして、パーツやブランクスの本当に細かいモント細部にこだわった作りになっています。いろんな釣り場が あって、でまたいろんなリグを使う。これは、S54AL のソリッドエアライトモデルですね。非常に軽量なので小味豆味でもすごく引く、魚がかかると手を握られてる、直接握られてるようなそんな感覚でやり取りが楽しめるっていう。でも小魚専用でも実はないんですけどね、竿が全体として曲がるので細い糸を破綻なく使えるっていう、本当にね近距離のまあ、街頭周りだったりとかそういう近距離の釣りっていうのをすごく深く楽しめるロッドかなと思います。このロッドは S62UL のソリッドっていう、まあ、ウルトラライトアクションのまあ、いわば一番こう、まあ、ジグヘッドの釣りの、まあ、スタンダードになるようなモデルかなと思います。パッドとかねベリーの方は結構張りがあるんですけど、もうティップのほんと先をねすごく微調整しまして、アジの当たりとか、さらにメバルのもうほんとついばむようなバイトっていうのをいかに食わせるかかけられるかっていうところに重点を置いてすごく煮詰めたティップになっています。本当に絶妙な仕上がりになっているかなと思います、うん、S86H のソリッド、まあ、20g 以上のフロートをフルショットできるモデルで、本当に飛距離すごく出ますし、しかもその超遠投した先で本当にね細かいシェイクとか本当繊細さも兼ね備えたモデル、まあ本当強靭なバットパワーでアングラー側に、ね、ある意味すごいアドバンテージを与えてくれるようなロッドになっています。今回のこの花2で個性的なそれぞれのロッドっていうのを、より一本一本吟味して洗練させていくようなアングラー その感性を引き出すような出来上がりになっているかなと。宵姫花2すごく面白い